幸子です、5月に入ったばっかりですけれど、今日すごく暑くって今年初の半袖デビューです。といっても空気は爽やかで、すごく気持ちいいので、今日も外からお送りします。実はこの辺にはウグイスが住み着いていて、真冬以外の雨の日以外だったら朝から夕方までウグイスの鳴き声が聞こえてきますので、今日はぜひそれも楽しんでくださいね。ではスタート。さあ今日は可愛らしいピンクのボックスアレンジを作ってみたいと思うんですけれど、今日も例の100円ショップでこんなペーパーボックスを買ってきました。で、これをそのまま使ってしまうと、あそこで買ったやつだなってバレてしまうので、そこにまずは、自分のお気に入りの素敵なペーパーナプキンを使って、まずこのボックスをオリジナルのボックスに変えてしまいたいと思います。よし。まずは大和のりとお水を半々ぐらいで溶いてしっかりと混ぜましょう。そしたら、ペーパーナプキンを適当な大きさにちぎって、ボックスの方にのりをまんべんなく塗って、その上にペーパーナプキンを置いたら、さらに上からのりをこう空気を抜くような感じで塗りつけていきましょう。ここまで、まずこの紫のペーパーを下地に塗りつけました。でその後今度はクレマチスかな、ちょっと紫の濃いめのペーパーを全体に塗りつけて、その後もう少しピンクが入ったこれをこの上にかけてみようと思います。塗りつけが終わりましたので、半日ぐらい乾かしてみたいと思います。どんな感じになるか楽しみです。さあボックスが乾いて出来上がりました。すごく綺麗だった。ではアレンジしていきましょう。まずは吸水フォームのカットですけれど、今回は3分の1スライスにして、でこの円を描いて少し小さめにカットしていきます。ちょっとこれ後から思ったんですけど、2枚で十分足りたんですよね。3枚でやる必要なかったなと思ってちょっと失敗。皆さんは2枚でやって残りの1枚は別のものに使ってあげてください。はい、じゃあ、フィルムを挟んで余分なところをカットしたら、早速お花を入れていきます。まずは目立って大きなお花から入れていきましょう。今日で言うとポンポン菊とかバラ、シムカーネーションで全体をまず埋めていきます。あとで蓋を閉めて仕上げたいので、このボックスの高さよりもあんまり高くならないように注意が必要です。大きなお花が入れ終わったら、今度もう少し小さなお花で間を埋めていきたいと思います。今回の刺し方はまっすぐ刺します。茎をしっかり斜めにカットして、少なくとも2センチぐらいは刺したいですね。さあ小花をどんどん刺していきましょう。おさらいすると、菊やバラやカーネーションなど大きめのお花でまず全体を埋めて、その後スプレーカーネーションで隙間を埋めるようにして、今度は、小花で
作品に色付けをします。最後に花の形が変わったもの、今蘭を入れていますが、これが形のアクセントになってくれると思います。さあこんな感じでボックスフラワーが来たんです。これでも仕上がりでもいいし、例えばもう少しパールとかリボンとか装飾効果を高めてもいいと思うんです。私はやっぱりちょっともう少しだけグリーン入れたいなって思うので、ここにもグリーンが入ってるしね、グリーンを少し入れたいと思います。プレゼントもらったらきっと嬉しいですよね。このねボックスアレンジはそんなに難しくないので、ぜひ誰かのために作ってサプライズプレゼントしてみてください。それでは今日もご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。